はい、こんばんは、こんにちは、ございます。ブタです。今日もじゃあ動画を撮ってきたいと思います。今日の動画はですね、ちょっと久しぶりに、タワークエストね、やっていきたいと思います。いや、ちょっとね、かなりタワークエストの更新止まっていたんで申し訳ないんですけど、明日にはね、なんとこれ11回か20回多分追加だったですよね、確かね。いやー、まだ4回っていう。この動画ほんと誰が待ってるんやろっていう声が聞こえてきそうなんですが、いやもう中にはね、ちょっとコメントいただいたんですよ。僕のタワークエストと一緒の段階踏んでね、やってるんで、ちょっと早く更新してくださいっていうね、声もあったんで、ちょっとね、やっていきたいと思います。もしかしたらね、ここも一気にちょっと生放送でやろうからっていうことも考えてるんで、その時はちょっと生放送見に来てください。ちょっと今日はとりあえずね、地下4階やっていきたいと思います。で、ここの詳細なんですけど、まずね、こちらの、攻略ですね、載っているんですけど、この地下4階の特徴で言うと、ウェーブ1は、比叡が揚力ダメージ無効ということで、クラマが攻撃力ダメージ無効と、なっていますから、攻撃タイプと揚力タイプのキャラどちらも編成しないと、クリアできないと、いった感じになっております。で、特にクラマはですね、体力回復効果のある必殺技を使用するため、クラマから先にね、優先的に、やっつけようということでございます。で、ウェーブ2ではですね、なんと親族ダメージ、親族性ダメージと、揚力ダメージを無効化する、バイバーおじさんですね。久しぶりバイバーおじさん。が登場します。なので、今回は親族性とか体属性以外の、攻撃タイプキャラを編成しようと。で、ラストですね、ボス戦、ウェーブ3は、麻痺が、解除されると、味方全体に固定ダメージを与えてくる、多分かなり強いやつですね。多分9999とか、下手したら与えてくるんじゃないでしょうか。なので、麻痺が解除される前に、撃破するか、もしくは麻痺が解除された後にすぐ、麻痺を付与して行動不能にしようと、いった感じになっております。で、今回おすすめキャラはね、妖属性系ですね。ラストが、陰属性のトグロっていうのもありますし、攻撃タイプね、かなり今回使えます。1ウェーブ目のね、比叡、クラマ以外か。クラマ以外にはおすすめなので、しっかり妖属性のこの、潜水とかはね、成功機がかなり使えます。あとはこのクワちゃんはもう火力かなり高いので、強化効果さえかかれば回心もね、してくれるので、この2体がおすすめですよ、といった形になってます。で、敵はこの4体ですね。はい。っていうことでですね、僕が今回ちょっとね、編成したメンバーはですね、フレンドさんはこのノーノーさんの、トグロをちょっと借りようと思うんですけども、こちらですね。相手ちょっと攻撃タイプが多いので、クラマ。で、ちょっと風火炎武神しながらね、防御してもらおうかなといった感じです。で、リンクをちょっと採用しました。相手の攻撃力ダウンもできますし、ここのね、オートスキルも優秀です。あとは最後の3ウェーブ目でね、麻痺を、させた方がいいということだったので、犬の散歩代をしてね、麻痺するのもありかなと思ったんで、ちょっとこのリンクを連れてみました。で、アタッカーはですね、最初のクラマが揚力技しか効かないので、ちょっとこちらのね、妖属性の陣を初めて使っていこうと思います。結構この単体攻撃が強いじゃないですか。ちょっとレベル上げれてないんですけど、レベル1なんですけど、レベル1でもかなり強いよっていうところをちょっとお見せできたらなと思います。で、オートスキルもね、ちょっとほんと中途半端。こんな感じになってます。で、もう1体がね、さっきおすすめのちょっとクワちゃんも初めて使っていこうかなと思ってます。かなりね、必殺技も、両方強いですし、このね、男の花道で会心効果もでかいので、風火炎武神でね、ここ、発動確率 24% ですが、会心してくれたらかなり火力期待できるんで、クワちゃん使っていきます。あとはね、さっきおすすめであったこの潜水もちょっと初めて使っていきます。こちらも必殺技ちょっと中途半端なんですが、成功期、バフ役兼アタッカーとしてちょっと使っていこうかなと。やっぱ攻撃力アップと余ダメージ増加はね、かなり、火力増せますから。列車支援団も強いですしね。頭オートスキルはこんな感じです。ちょっと中途半端です。ここもいいよね。オリジナルオートスキルの攻撃力ダメージ耐性ダウンも今回、うまいこと使えるんじゃないかなと、相性いいんじゃないかなと思ってます。こんな感じです。こんな感じですね。サポートは見ての通りです。はい。ということで、ちょっとね、簡単な説明で申し訳ないんですけども、ちょっと早速、やっていこうと思います。
いやー、タワークエストね、ほんともうちょっとね、早くやっとけばよかったね。ちょっとほんとまとめて生放送でやるかもしれないです。ということで、おすすめはクラマだったので、で先にちょっとこう、こちらでね、自身に揚力アップしておきましょうか。で、あ、いいよいいよ。もう3体攻撃する前に、やっつけそうやけど、ちょっとこれでやっつけましょう。これかなり強いから、単体攻撃ね。よし、やっつけれました。で、こっちのヒエはですね、逆に揚力ダメージが効かないので、じゃちょっと成功機使いますか。成功機使いまして、火力アップ。いいね、かっこいい。まあ、もうほんと成功機をまとったバージョンの戦士もね、いつか登場するんでしょうけど。あ、いいですね。クワちゃん強い。で、まあ、ここはですね、バイバイおじさんは、何でしたっけ？あ、親属性ダメージが効かないんですね。あと、揚力耐性があるんで、とか言ってる間にちょっと、お亡くなりになりましたけど。いやー、カイジさん、バイバイおじさん、やっつけちゃいました。え、ちょっとここ、風化炎武人打っておこうと思います。で、麻痺してなくない？麻痺、ちょっと麻痺します。はい、これ麻痺かかりましたので、この間にね、やっつけれました。あ、ちょっとノーノーさんのフレンド使うの忘れてたんですけど。まぁ、ちょっとこんな感じです。まぁ、麻痺しておけば、相手の固定ダメージも怖くないよっていう感じですね。まぁ、ちなみにちょっと固定ダメージどれだけ食らうかちょっと言ってみましょうか。ちょっと淡々とね、クリアしちゃったんで、ちょっとラスト、行きたいと思います。ちょっとこれは反面教師バージョンということで、まあ、なので、例えばこれね、攻撃ダメージ効かないクラマさん、この単発クラマちゃんね。まあ、こちらにこう、やると、はい、ゼロですね。まあ、なので、絶対これはしないように。通常攻撃はね、一応、揚力値の反映があるので、効きますが、必殺技に関してはね、ゼロになりますので、気をつけてください。で、反対にヒエにね、この、ジンの、超火力もりもり単発攻撃、これもゼロですので、まあ、こんなことにならないように、気をつけましょう。はい。で、回復もするのかな？下手したら。どうだろう。あ、してきましたね。はい、こんな感じで回復もするので、やっぱクラマからやっつけないと、ちょっとこう、ターン数が、かかってしまうと。はい、攻撃食らわないのに攻撃の必殺技してしまうっていうね。ほら、もうこうしてるうちに多分、クエストミッションのこの3ターン以内クリアっていうのできなくなってますから。で、まあ、バイバーおじさんはですね、ちょっと今回新属性増えてないんで、あれですけど、まあ、揚力ダメージは効かないんで、このね、カイジさんの相棒のバイバーおじさんも強いです。はい、まあ、なので、もう揚力キャラを据えていくと、もう全然、なかなかクリアできなくなってしまうわけです。で、これね、じゃあ、外いたわ。フレンドさんのユースケ使いましょう。はい、ゼロ。もう強いバイバーおじさん。もうこれダメですからね、皆さん気をつけましょう。で、まあ、ラストですね。まあ、ここのボスが多分一番強いんだと思うんですけど、まあ、さっきちょっと麻痺しなかったですよね。あ、さっき麻痺しなかったけど、今回はしてるわ。なんでさっき麻痺、なってなかったんでしょう。そんなこともあるんですね。ちょっとその前に、固定ダメージ見る前にやっつけちゃった。多分ね、9999クラウンじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとね、さらなるじゃあちょっと固定ダメージみたいもんね、どれだけ食らうかね。なのでちょっともうさらなる、ちょっともう一回行きましょうか。もう一回、もうこれで無理やったら諦めましょう。これで無理やったらちょっと諦めましょう。固定ダメージ最後見て終わりたいんですけどね、できれば。なんかもうグラグラですけども、じゃあちょっともう早速ジンでクラマをやっつけていきましょう。いや、強いね。レベル1ですからね、このジン。なかなかまだまだ育ってないのにこんなに強いですから。いい感じです。よし、やっつけました。で、ちょっとバイバーおじさんは、じゃあもうこちらのね、単体攻撃で行きましょうか。これでね。はい、だいぶ食らいました。でも強いよ、このバイバーおじさん。なかなか、星5キャラたちに対してこんだけ耐えるのはすごい。ちょっと麻痺しないでほしいな、このトグロ。あ、麻痺しちゃった。固定ダメージはちょっと見る前に終わりそうかな。どうだろう。耐えろ。
あかんね、ちょっと桑原が強すぎるね。こう殺しちゃった。まあ多分麻痺解除されるとかなり強い攻撃が来ると思うので、皆さん気をつけてください。いやでもあかんな、ちょっとこれみんな見たいよね、こんなところで終わるのかっていう声が聞こえてきたわ。今ちゃんと見せろよって声が聞こえてきたので、わかりました。じゃあちょっともうちょっと弱いキャラクターでいこう。このちょっと冷え連れていきましょうか。これでいきましょう。これやったらということは、ほんと最初のあの、なんで最初のトグルはあれ麻痺してなかったか、ちょっとすごい逆に気になるんですけど。いけるかな。すいません、こんなにお時間いただいてね。もうほんとさっさと終われっていう人はもうちょっともう画面を外閉じていただいてですね、ちょっと優しい人はこの僕の謎な動画にちょっと付き合っていただけたらなと思います。じゃあちょっとね、比叡で見ていきましょう。いいね、かっこいいね。ほんとなかなかこの辺のねキャラはまだ使ったことがないので、ちょっと新鮮で楽しいですね。よっしゃ、バイバーおじさん、ちょっと早くやっつけ、あ、ちょ、聖国旗やめとくわ。やめとくって言ってるけど、もうしちゃったね。まあ仕方ない。ちょっと次のね、トグロがちょっと死んじゃったら困るから、なるべく聖国旗しないでおこうと思ったんですけど。いやでも聖国旗ありのこのね、必殺技を耐えてくるバイバーおじさん、もうバイバイしてますけども。いやーほんと、カイジさん元気してるかな。ということで、はい、じゃあ最後こっちと見ていきましょう。どんだけ固定ダメージが来るのか。トグロちょっと頑張ってくれ。あー、やばいやばい。成功期がだいぶちょっと。待って、何の茶番なんでしょう。ちょっと待ってください、本当に。あかんあかん。どうする皆さん。これもう、終わらなきゃいけないけど、なんかどうしても終われない空気が漂ってる。わかりました。じゃあ、もう、先生外しましょう。で、先生外して、先生外したらいけるよ、多分。もう本当にこれで無理だったらもうやめます。本当ごめんなさい。本当何の動画だ、これ。僕らしいでしょ、もうこういうグダグダな感じが。すいません、本当に。いいよいいよ、やっつけてってみんな。頑張れ。もうちょっと本当ラストのトグロの固定ダメージが見たいだけの動画です、これ。あー、ま、いけるかな、これで。ちょっとこの比叡がなかなかやっつけなさそうやけど。よし、いけた。これで、ね、ダーさんだったかな、これ。違うかな、違うかもしんない。ちょっと使わせていただきます。全然食らわないね。で、これでもうちょっと、時間かかりますが、ステータスがね、上がりすぎて、もうラストに響くので、このままちょっと見届けていきたいと思います。すいませんね、ほんと皆さんね。もうどんだけバイバーおじさんの宣伝すんねんっていう。話ですけど。あ、やばい、必殺技してきたよ。揚力ダメージ再生ダウンしてきた。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。これでじゃあ倒せましたと。いやでもほんとここ気になるのが、なんで一発目の時これ麻痺してなかったの、トグロ。ほら、絶対麻痺するやん。最初してなかったよね、どう考えても。よし、ちょっと起き上がるの、待とう。これ、あともう一旦、あーもう会心とか本当にダメです、ヒエ君。あー、殺さないで。よし、よし。もう、ジン倒すなよ、マジで。あはははは。あともうちょっとやったのに。もうなんだこれ、ほんとに。もう皆さん、外閉じて、ほんと画面。もうちょっとジンもやめるわ。もうやるんかいっていう。いやもうここまで来たらちょっと見届けなダメでしょ。もっと弱い人にするわ、揚力。この子連れていきます、じゃあ。果たしてこれで勝てるのかっていうね。とこになってきますけども、何してんねやろ、ほんと。これ何の動画ですか、もう。ちょ、低評価ほんとつけないでください。お願いします。もう許してください、ほんとに。これ下手したら負けるよね。ちょ、調子乗って、フレンドさん使おうもここでね。
遠殺黒竜派でちょっとでもダメージを。頑張ってくれ。ちょっと揚力キャラのこの白虎くんがね、だいぶ頑張ってくれないと、これちょっときついよ。うん、いいよいいよいいよ。白虎くん頑張って。頑張れ頑張れ。あの、見てる人も頑張れ。本当に最後まで見届けてくれてありがとうございます。今ここまで見てくれてる人。本当にすいません、この茶番に。なんやねんっていう、もう一発で決めろよっていう話なんですが。いや、すいません、本当に。もう僕、こんなんなんですわ。いや、でも、ちょっと楽しんでくれてて嬉しいな。何しとんねんというツッコミがちょっと今日来そうですけど。いや、1レベル目いけました。よし、そう、難問の子ね、バイバーおじさんね。やっつけれるかな。ちょっと風火炎武神打っとく？だいぶ時間かかりそうなんで。いけますかね？もうこれもう10分もかからない動画にするつもりだったのに。多分もう10分経ってんじゃない？余裕で。すいませんね、ほんと。もうなんか謝んねんっていう。もう謝るのやめます。みんな見てくれてありがとうっていうことに、ありがとうって言います。よし、バイオジさん、やっつけてるよ。みんなお疲れ！ナイス！まあ、逆を言えばこのメンバーでも勝てるっていう感じか。まあ、ちょっともうこれは多分見れると思います。さすがに。さすがに。あ、麻痺してないじゃん。しかも。やっぱたまに麻痺しないんだ。これどうだ？はい。やっと見れた。ほら。9999です。はい。これが見たいがために今まで頑張ってました。皆さん、見ていただけましたでしょうか。最後のトグロはね、早く倒さなきゃ、もしくは、あんな感じで1秒目から麻痺しないことも考えれば、麻痺効果持ったね、キャラクターつけていかないとワンチャン負けるんで、気をつけてくださいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。待てる方はチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。で、まずタワークエストね、もう一個一個の動画上げるって言ってたんですけど、ちょっと多分生配信で一気に片付けるかもしれないです。まあ、希望あればね、この回のタワークエスト、別で動画上げてくださいとか言ってもらえれば絶対上げるんで、またね、言ってください。生配信多分やると思います。今のとこ。じゃないとちょっと追いつかないんでね。ということで、バイチャー。